リベンジに燃えるあきみろです。はい、続きやっていきます。今回は前回攻略していたエリアの隣、左側に行きたいと思います。レッツゴー。ここが前回いたサザンクロスですね。確かこの上の左の端、ここですね。こっから違うエリアに入ったんですよね。このまま左に行くと、お、なんだこれ、サッカー場か。そういえばなんかサッカーのチケット持ってましたね。お、翼くんじゃーん。試合が PK 戦に持ち込まれたんだ。君の力を貸してくれ。唐突だな。シュートの操作、十字キー、ボールのコース決め、シュート後の変化。へえ、カーブもかけられるんだ。B ボタン、シュート。キーパーの操作、十字キー、右左移動。十字キーと B ボタン、右左の飛びつき。交互に5本ずつシュートして勝負だ。同点の場合は延長戦。さあ、ゴール。いくぞ。なんかサッカーっていうより野球の音楽っぽいんですけど、これ。ほやー、ゴール。確かに蹴った後もブレーキかけられた。おりゃー、左だ。おー、危ない。どっちに来る。ほやー、今でもダメだろ。はい、オッケー。おりゃー、よし、今のは止めたってことだな。うわ、やべ。よし、決まった、決まった。どっちだ、どっちだ。今止めたでしょ。飛びつかないとダメってこと。よっしゃー、決まった。もう勝ちでしょ、これ。はい。はい、勝利でーす。一発成功。翼くん。これで君もサッカー仲間さ。よし、僕もピッコロ打倒に参加するよ。翼くん、戦いに参加すんの？参加しました。ヒーローです。ダッシュダッシュダッシュの頃の翼くんかな。僕はキャプテン翼 J 世代だったんでね。フライオー空に翼を広げたらっていう、そっちなんですよね。さあ、翼くん、ボール蹴ったか今。パンチ。翼くんにパンチ似合わねえな。足で蹴るとかじゃないのか。まあそんなにキャラ別に作れないか。球場へはチケットがないと入れないよ。野球のスタジアムっぽいのも下にありましたよね。それも行ってみましょう。ではさっきのサッカー場のすぐ下にあるここを入りましょう。これが野球場なのかな。太郎。おで、史上最高の試合をしてんだけど、逆転のチャンスなんだ。代打に出てくで。またミニゲームですね。操作、B ボタン、バットを振る。9回裏ツーアウト満塁だ。得点は3点差。さあ、プレイボールだ。野球は9回裏ツーアウトからだ。これ、ファビスタじゃねえかよ。ボール。ストライク。嘘だろ。今のどう見てもボールだろ。アウトー。むず。これ、超むず。わあ、しかも野球のチケット1回入るたびに1枚減るみたいです。マジかー。買ってこないといけないのか。もしくはさっきみたいに野良から落としてくれるのを期待するか。てかまた心が悪くなってる。あ、もしかしてなんですけど、ミニゲームに失敗すると心が悪くなってるのかもしれません。その可能性すごい高い。南條丈太郎、我こそ本物のバット職人だ。そういえば前回のエリアでもこんなこと言ってましたね。もしかしてそのバットがないとホームラン打てねえのか。球場へはチケットがないと入れないよ。ですよね。ここ何なんだろう。桃太郎。俺の先輩筋肉マンこそ史上最高さ。彼ならきっと力になってくれるよ。筋肉マン。僕の中では大井外瀬のズッタッターンズッタッターンなんですけどね。ゴーマッソーの方が多分皆さんはご存知なんじゃないでしょうか。現代で行けるところは全部行ったかな。サッカー場、野球場、そしてさっき桃太郎が行ったところですね。はい、この場合は大体過去に行く必要があるんですよね。もう分かりましたよ。このファミコンジャンプのパターンが。入れないか。過去においてもチケットが必要なのかな。サッカー場も一応見てみましょうか。すぐ近くだし。入れません。じゃあ桃太郎がいたところだな。はい、見えてきました。キングマンです。2つの友情の証があれば、黄金のマスクと共に仲間になろう。黄金のマスクと共に。なんか探さなきゃいけないのか。またちょっと野球のチケットとサッカーのチケット買ってきましょう。真の野球魂を得るには、いい野球のバットが必要だ。とにかくやっぱバットを探せってことらしいですね。さあ、サッカーのチケット買ってきました。長井由美。長井と由美か。このボールは僕と由美ちゃんの宝物だ。僕と勝負して君が勝ったらあげてもいいよ。これは翼くんのパワーアップイベントかな。操作十字キー、右左移動、B ボタンキック。キックとヘディングでボールを20回リフティングするんだ。さあスタートだ。ほいほいほい。まあこれは落とさないようにやっとけばいいだけかな。おおおお、ちょっと待って。一回地面に押しちゃったらダメだけど、角度超重要だな。いやでもここで放置しときゃ大丈夫じゃねいける気がしまーす。ここで放置しときゃ大丈夫じゃねここで放置しときゃ大丈夫じゃねなんと油断したら失敗しましたもう一回チケット買ってきます。いやー、油断大敵とはこのことだ。さあリベンジです。ほい、123、うわー、まずい。意外にむずいっちゃむずいだ。はい、はい、はい、はい。いつでもフォローできるように十字キーから手を離すな、俺。さっきみたいなことをしたらあかん。はい、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 はい。突破でーす。これで翼くんパワーアップかな。今からこれは君のものだ。大切にしてね。二人の友情のボールだ。大切にしなくちゃ。いや、これ筋肉マンを仲間にするのに必要なんだ。さっきなんか二人の友情の証とか言ってましたもんね。はい、筋肉マンのところに来ました。二つの友情の証があれば、黄金のマスクの共に仲間になろう。あれ？違うの？てっきり、今のが仲間にする条件だと思ったんだけどなぁ。違うようです。さて、どうしよう。もう早くも行き詰まったな。ちょっと、さすがに3つしかないねっていうのもおかしいか。なんか見逃してるかもしれないんで、ちょっと野球とサッカーのチケットをもう一回集めてくるのと、何かないか探しに行こうと思います。特にバットだな。バットがどこにあるのかさっぱりわからない。ちょっと探してみましょう。行き詰まったと思いきや、まだ野球球場、過去では行ってなかったですね。入りましょう。91。君が真の野球魂に目覚めれば仲間になろう。まさかこれでもうチケット持ってかれたーくそ、まあ、結局行き詰まったな。ちょっと過去は結構うろちょろしたんでね。また現代行ってみるか。ちょっとまたサッカー場のチケット買ってきました。翼くん仲間にしたとなんか変わってるかどうか。そもそも入れねえ。やべ、行き詰まった。現代もどこ行けばいいかわかんねえ。ミニゲームで野球するのもいいんですけど、多分バットが必要なんですよね。なんか見落としてんのかな。はい、なんか怪しい岩を発見しました。これ向こう側、どうやって行くんだ？橋がねえぞ。キントーンじゃないといけないパターンか。ちょっとキントーン使いましょう。あ、キントーン使ってるとさっきの見えないですね。ちゃんと自分の足で来ないといけないんだ。あ、動かせました。洞窟発見。こりゃ気づかねえわ。かなり時間使いました。ここに来るまで。南條、おめえにはこのバットをやる。何かあったらまた来い。これが伝説の魂のバットか。よし、これ持って野球場に行けばいいんでしょ。リベンジだ。さあ、野球場に来ました。今度こそ勝つ。ホームランを打つ。勝負だ。プレイボール。ほやからブリー。はい、バット折れたー。アウトー。バット折れちゃったんですけど。そういえばなんか、情報で、真の魂を得るにはなんちゃらかんたらとか言ってましたよね。もう一回行けばいいのか、もしかして。じゃあ、再び過去に行って、バットを持っていきましょう。丈太郎、バット折れちゃったよ。あなたの作るバットは最強なんでしょ。本当の野球魂に目覚めたか。よし、真の魂のバットをやろう。どうやら一回は絶対折れちゃうみたいですね。これが本物の魂のバットだ。野球魂を感じるぜ。わざわざ一回試されたってことですね。やってくれるぜ。はい、再び野球場です。このイベントをチケット買いに行くのがほんとめんどくさいです。あっち行ったりこっち行ったり。さあ、バット売るぞ。しかもこれ終わった後、また過去の野球場行くのにチケット買わなきゃですね。勝負だ。プレイボール。エリアー空振り。はいいったー。ホームラン。もうこれはタイミングとか関係ないですね。やった、勝ったぞ。お手も史上最高になるためにピッコロをやっつけるぞ。翼くんに続き太郎も仲間になりました。なんか初めから結構強えぞ太郎。てかライフがマックスになってるな。ライフは仲間が増えるために増えてってる感じがしますね。でも仲間になってくれたけど、とりあえず筋肉マンとか仲間にしたいんだよな。過去に行けば進展するかな。とりあえず一回太郎で戦ってみましょうか。せっかく仲間になったんで。敵よ現れろ。いた。お主が実験台じゃ。ほい見えねえ。足遅そう。野球ボールか。あー見えねえ。今度こそ。あ、一瞬見えました。野球ボールです。間違いない。はい、過去の野球場です。おお、そりゃまさしく魂のバット。俺も力を貸すよ。球一さん仲間入りです。順番球一。赤い背番号1、エースナンバーを背負っております。お、野球ボールです。いいねー。で、あとは筋肉マンか。さて、友情のボールだけではダメなんでしょうか。友情の証に応え、黄金のマスクを与える。私も君に力を貸そう。バットとボール2つ必要だったってことか。黄金のマスクを手に入れた。やっぱり筋肉マンは強いんだな。そりゃ強いよ。いつの時代の筋肉マンなんだろうこれ。大井育戦より前かな。黄金のマスクって言ってるし。筋肉マン行くぞ。まだこの時代、もし大井育戦じゃないならマッスルスパークは使えないのかな。筋肉ドライバーとかから。なんか今青い球が出たぞ。くそ、今心が悪いから発射まで時間かかる。くそ、こっちが手出さないからって調子に乗りやがって。あ、出た。今ロケットパンチ出ましたね。アキビルと同じだ。はい、筋肉マン91、現代では翼くんと太郎が仲間になったんですけど、なんか今のところどこどこ行けみたいな情報はなかったんで、再びちょっと情報収集に入りたいと思います。まあ、もしなかったらもうなんか一回どっかのパートで、ここピッコロがいそうな、何でしたっけ、キングキャッスルだったかなっぽい場所があったんで、あそこ行けばいいのかもしれませんね。前ちょっとビビって帰っちゃったんですけど、まあ、とりあえず現状まだ筋肉マンとか全然成長してないんで、ちょっと情報収集しながら鍛えます。モノリスへ立ち寄ってパスワードをしっかり聞いておくんだ。間違えるな。今さら初めの頃のアドバイス来ました。なんかやっぱりもう行くとこ全部行ったみたいな感じなのかな。同じこと言うし。うん、ファミコンのゲームだしな。もう終わりが近いのかもしれません。なんかここ、その翼くんのパワーアップ、太郎のパワーアップみたいなのも全然ないですし、そもそもなんだろう、このエリア内でボスっていうボスの情報が全く聞けないんですよね。このエリア、街がないから、レストランとかなくて回復させる手段がないんですよね。まあ一応、おにぎりとか使えばできるんですけど、コーラも回復できます。まあ、そもそもこれ、エリアごとに仲間違うから、鍛えとく意味ってあるのかなそこがちょっと微妙なんですよね。なんだろう。いずれなんか仲間全員集合してそっから好きなパーティー選んで戦えるとかあんのかな。じゃなければここのエリアで仲間にした翼くんとか太郎と91と筋肉マン意味なくないっすかマジでただ仲間にしただけなんで、レベル上げの意味があるのかわからないけど、ちょこっとだけ鍛えておくか。太郎もはい。多分、ここに来ればいいと思うんですよね。これが、キングキャッスルっぽいんで。ここって誰が仲間の扱いになってんだ？あ、91と筋肉マンなんですね。ここか。これ、街ないのかな、街。回復が欲しいんですよね、回復が。これはレッドリボン軍のところか。違うエリアに行って回復しても意味ないですしね。これおにぎりとかで無理やりやるしか方法ないのか。うわー、大変だな。これ過去だと入れるんですよね、確か。あれでも若干違う。前来た時現代か。先行けないしな。ってことは、翼くんと太郎か。どっちにしても回復が問題ですね。やっぱり翼くんと太郎ですね。だいぶライフが下がってますね。これ手間ですけど、おにぎりとか買ってきて、このエリアに来て使ってを繰り返されるとダメですね。なんて大変なんだ。気のせいか。さっきここに来る前、少年ジャンプ読んで全マックスにしてたんですけど、また全が下がってる。何？タイムスリップしたら下がんの？何なんだろう。時間経過とともに下がるとかもあんのかな。全の心が維持できない。なんと、衝撃の事実が分かりました。均等に乗ってるだけで、心が悪に染まっていきます。マジかよって感じです。なんで均等に乗ったら心が悪に染まってくんだよ。意味わからん。では、翼くん、太郎くん、二人ともライフ全開にできたので、ここ、乗り込みます。今度は逃げないぜ。順番、翼くんだ。行くぞ。ボールは友達。はい。全の心が強いんで、B ボタンはいっぱい打てます。ほんとこの連射性いいんすよね。常に心は善にしておきたい。はい。やっとゴールが見えてきました。ここまでめっちゃ長かった。そしてもう太郎 HP がないですね。おにぎり使いましょう。もうなんならコーラも使っちゃいます。で、翼くんに変更。あ、少年ジャンプも一冊使おう。これで、オッケー。まだゴールじゃないのこれ、2回やってだけだろ。1回がめっちゃ広かったんすけど、まだゴールじゃないようです。マジかー。お、扉見えてきました。1回よりは全然短かったです。まだあんのかい。何回まであるんだこれ。心折れそうです。もう現段階でこのキングキャッスルに入ってから多分30分余裕で超えてますね。あ、3階は割と近かったです。2階よりもさらに近い。翼くんと太郎の違いなんですけど、太郎足が遅いんでかわしにくいんですよね。今翼くん当たっちゃいましたけどどっちかと僕は翼くんの方が使いやすいです。まだあんのかー。次で4階、5回までかな。だいたいこういうのって奇数ですもんね。はい、4回も見えてきました。割と近かったな、4回は。あ、ゴールです。ピッコロ大魔王がいます。あれ、アキビロしかいない。メニューも開けない。たった一人でおどわしに戦い挑むとは生意気な小僧だ。ひねり潰してくれるわ。ああ、ミニゲームですね。操作、十字キー、少年の移動、B ボタン、ロケットパンチ。ピッコロの魔鋼砲を避けてロケットパンチャーを見ましろ。あー、これ前に悟空と亮が戦ってた感じか。あー、やっぱそうだな。ピッコロが魔鋼砲を撃ってきた。シューティングゲーム弾幕熱いぞ。何やってんの。てか結構痛いんですけど。やべ、当たんねえ。マジか。結構距離近くないと当たんねえのかこれ。ほら、ここまで来て負けてたまるか。でも連打してれば結構魔鋼砲かき消せますね。よりゃー、ほらほらー、当たってんだろう当たってんだろう。ほらほらー、このタイマーガイバー当たっちゃった。やべ、あと1回ぐらい当たったら終わるんじゃないか。まだ2つあるか。よし、危ねえ危ねえ危ねえ。消せればね、消せればどうってことないんですけど。よっしゃー、倒しましたー。危ねえ。一発クリアでーす。もうあのダンジョン行きたくなかったんで助かったー。このピッコロ様がやられると、あ、諦めはせんぞ。くわっ、息子を産むのか。やったね、おめでとう。これでこのジャンプの世界も元に戻るよ。ありがとう。あ、ピッコロ大魔王がラスボスなのかな。まあ確かにピッコロ大魔王に支配されてるとか最初から言ってましたもんね。おや、なんだ、何かが出てきたぞ。あ、ラスボスじゃないパターンか。モノリス、ゴールドモノリスです。よくやりました。しかしあなたの本当の戦いはこれからです。やっぱり終わりじゃなかった。実はピッコロの上には13人の反逆同盟が控えているのです。そもそもだってなんか佐賀とかまだ生きてるとか言ってましたもんね。沙織さんもこの軍団に打ち勝ってこそ真の勝利をつかむことができます。しかしあなた一人では到底立ち向かうのは無理。あなたが今まで旅をしてきて知り合った勇者たちがあなたのために今ここに結集しました。さあ、勇者と共にスクラムを組み全力で立ち向かってください。それではあなたを本当の戦いの場へお連れしましょう。セーブさせて。よしよし。え、ちょっと待って、今のどういうこと。このモノリスはセーブではないの。なるほど、あの上のところか。ちょっと怖い。絶対セーブしたい。セーブしてから再びここに来ます。っていうか、今回はここまでにしようかな。ちょっとモノリスでパスワードを確認して今回やめましょうか。善の心まだ大丈夫か。はい、ということで今回はピッコロ大魔王を倒したところでやめたいと思います。まあ、翼くんと太郎、意味ありましたね。まあ、あと、今まで仲間にした人たちがやっぱり集結するって言ってたんで、過去編でボスと戦ってなかったメンツも、やっぱり鍛えた方がいいかもしれません。あられちゃんと筋肉マンと91かな。この3人がほとんど育ってないんですよね。とりあえず今回はこれで終了です。多分次回最終回です。この動画良かったなと思ったら高評価、ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。